今団体戦のスコア認知危険して龍馬に託せ。鉄管、そんな状態では王者立海のエースユキールにはかなわない。青学の部長も大したことないっすね。未来を先読みできる者にこそ勝利の軍配は上がる。ババ抜きでババの位置が分かってるやつにババ抜きで勝てると思うか。思わないだろう。それは時事抜きも一緒だ。あ、もう手塚先輩の胃袋破裂中。いやもう打ち返したいの見られない。見える見えるぞ。お前はこの後体にボールが直撃し病院に搬送され死去。おさらばチェックファイヤー。ああ、あれは手塚ファントム。これで相手のボールは全部アウトになるぞ。そんな未来は俺には見えていない。一体どうなってるんだ。避けるな。ラブ15、ラブ30、ラブ40。やったー、全部アウトだー。やったー、めちゃー。手塚の試合続行不能によりゲームセット&マッチウォンバイユキール7ゲームステージ6。体力切れか。よし、ラストは任せたぞ。チームが全員死んでる。一体なぜ。自分が打ったボールが原因なのに笑っちゃうね。一体どういうことだ。手塚ファントムのボールの行方は。さすが部長、これが第3の究極奥義、ファントムチンコ水星。立海高校の危険により団体戦の勝者は青春学院高校。